はいどうもこんにちは。こんにちは。はいどうもこんにちは。こんにちは。電眼、最近将棋をやってると聞いたんですが。ああ、そうですよ。ああ、はい。あの予備校のノリで学ぶ将棋大全みたいなのやってますよ。はい、そんなゲームないありそうでない。そんなゲームないですか。ちなみにここに積まれてるこれ、将棋の本なんですか。そう、電眼の家にあった将棋の本をここに積み重ねました。はい、あの一手積み、三手積みとかから、まあ、ちゃんと勉強して。あ、最近だから結構ガチでやってる。ちょっと結構ガチめに勉強しだしてる可能性ありますね。うん、で、まあ、この企画自体は、はい、今から説明するんですけど、はい、電眼がもっとと弱いと思って考えた企画なんですよ。いやでもまあ人と将棋やらないからほとんど。あ、なるほど。まず本だけの知識。本だけの知識で別にそれが実践できるかって言ったら別になかなかできないもんやん、そういうのって。まあそうですね。だから別にまあ弱いと思いますよ、さすがに。ちょっと信じてるんだけど、さすがに弱いと思いますよ。もっと弱いって思った時に考えた企画がこちらです。はい、今からですね、まあ、将棋するんですけども、はい、あの私子供の頃結構将棋ハマってまして、はいはいはい、結構ガチガチにやってたんですよ。あ、まあ読んだね。だからそこで、ハンデをね、一つ大きいハンデとして、はい、将棋のハンデとしてあの目隠しします。で、まあ、それだと、それでも多分十分なハンデだと思うんですけど、はい、まあ、あのチャンネルカラー上をこれじゃダメだと思って、こっからがまあ、あのブランディング真髄でです、ね。はい、あ、真髄、はい。あの対局中に、はい、積分の問題出してください。あ、なるほど。だから出したら答えないといけない。答えないといけない。まあ、その間だからじっくり考えられる。なるほど、なるほど。うん、だからまあ要するに自分の頭の中の盤面がぐちゃぐちゃになるはず。なるほど、そうね。はい。いやでも一回積分出て俺盤面覚えてたら結構すごいと思うで。それができるかどうかはもちろんだけど、やったことないのよ自分も将棋中に積分を。初手20手とかやったらいいけど、うん、60手とか超えてきたら相当すごいと思うで、万が一覚えてたら。不安。うん、ここにね10問ぐらいあるんで、僕には10個武器あるんですよ。しかも僕には目が見えている。はい。いろいろ武器がある状況で、素人と、そんな状況で勝ったら俺、ほんますごいと思うで。なんかもっと弱くてよかったのよ。なんで勉強するのこんなにふざけんなよ。7六歩。7六歩。なんかあの、わかりにくかったら聞いて。大丈夫。そこだよね、後手、電眼、3四歩。2六歩。後手電眼、4四歩。4八銀。4八銀こうか。下の側抜き。下の側抜き。はい。後手電眼、4二飛車。だからあの、振り飛車覚えてるレベルは嫌なのよ。もうちょっと。もうちょっと弱くあってほしいのよ、この企画的には。はい、振るなよ試験に。やってんな。問題です。インテグラル0から2分の1の 1-x2乗分の 1dx。 試験で発動すんだこれ。だって試験っつったから。試験っつったから。あの、しかも私が用意した4番の問題。え、もしかしてこれ中飛車とかだったらセンター試験出てきた。センター試験出てきた可能性ある。じゃあそれ中飛車だったらもうちょっと簡単だった。なるほどね。中飛車だったらべき関数の3乗4乗までだったけど、やっぱ向かい飛車とかだったら二次試験の問題出てくるから。試験飛車だから4番の問題。やべ、笑ってる時は一番忘れるこれ。インテグラル0から2分の1の 1-x2乗分の 1dx です。さあどうぞ。2分の1ログ3。あ、正解。素晴らしい。素晴らしい。すごっ。え、すごいな。よくちゃんと計算したな。これ、6八玉。6八玉、6八玉ですね。はい。おー、なるほどね。7一に玉を潜ったままね、組むというおしゃれなこと。分からんけど。問題です。デレン、やべえ、来た。インテグラル x√1-xdx の不定積分を求めろ。 x√1-x です。マイナス、はい、15分の2、はい、1-x、うん、2分の3乗、はい、3x+2+c。 マジすげえ。マジすごっ。マジすごっ。よし、こいつマジすごいぞ。ちょっと待って、マジでこれ普通に対等にやって負ける説出てきたこれ。いや、4八飛車。問題です。やばい、今来た。インテグラル 1-x2 乗分の x dx。 マジで
マイナス2分の1ログの絶対値 1-x 事乗とじのプラス C。 はい、続きまして インテグラル。ダメです。2問でルート x たす1マイナスルート x 分の1 dx。 はい、3分の2、1たす x の2分の3乗、うん、はい、足すだけ残るから足す、3分の 2x の2分の3乗プラス C。 素晴らしい、 OK、 素晴らしい、 OK、 これでなぜお前は盤面を覚えていられる。ちょっと待って、これ負けたらちょっと結構嫌なんやけど。これクソだるいなこれ。じゃあ4号歩仕掛けましょう。歩がぶつかったよね、初めて歩がぶつかった。はい、角がまだ22にいるんだな、うん、はい、何を答えてるのか分からんから問題です。やべ、インテグラル0から1までの x ルート1引く x2 乗 dx の定積分を求めよう。これめちゃめちゃ辛いでしょ。マイナス2、3分の2なので3分の1ですね。正解です。はい、はい、いやでもこれ怖いな。目が目見えてたらやる変化だけど、目見えないとやらない変化があるな。怖い。そうでしょ、うん、本当に俺これで勝てるというのをまだ疑ってるからね。ああでもまだ多分ね、全然どっちが優勢とかないんじゃない。まだね、まだ全然そこまでないんじゃない、まだ、うん、4-3歩なる銀を取れる、銀を取る、はい、銀を取る、銀を取る、同飛車インテグラル、やべ、きた。sin3x sin5x dx を求める。sin3x sin5x 目見えてない人に席をやらせんだよ。マイナス16分の1でカッコで違う、マイナス違う、マイナス16分の1、サインの 8x、うん、マイナスマイナスプラスになってプラスの、うん、次こっち側は2が出るから、プラス4分の1のサインの 2x。 終わり？うん、プラス C。いやだよね、だよね、だよね、よかった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 、かっただよね、こんなとこでもやってしまった。全然企画の趣旨と反省。だよね、よかったよかった。でもね、君正解だよ。よかったです。いやいや、こいつマジよ、すごいな、こいつすごいと思う、俺。4-6銀打つ、4-6銀打つね、うん、こいつを惑わせなければ。問題。いいタイミングですね。これできたら俺マジで褒めるレベル。いいよ。インテグラル x3 乗 e の x 乗 dx。もう一回言って。インテグラル x3 乗かける e の x 乗 dx。x3 乗 e の x。 お前部分積もやらせんな。ちょっと待って x3 乗 e の x 乗マイナス 3x 次乗 e の x 乗プラスの 6xe の x 乗マイナス、6までいった、6までいった、マイナス 6e の x 乗プラスの c。 うわすごいわ、正解。オッケー、すごっ、え、マジでマジで結構なスピードよ。オッケーオッケー、マジでマジでこいつ、22に飛車打ってもらっていいですか。22飛車、俺の持ってる飛車を22に、2筋の角の2つ後ろかな、うん、
インテグラルマイナス4分の π からマイナス6分の π までのコセカント2乗括弧。ちょっと待って待って。ちょ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 。ボケいらんねん。え？ボケいらん。あ、ボケいらん。ああ。いや、ごめん、コセカントとか、そろそろ欲しがってる。コセカントな、今週の積分でも出したことない。そんな記号で。ごめんなさい、インテグラル1から3まで、あ、ルート3までの、1からルート3までの、x たす1の2乗プラス3分の1 dx お願いします。タンジェント値観だもんな、だって。そうですよ。で、x たす1を、だから、ルート3タンジェントシータと値観します。そこ4にしとけよと思ってるもしかして。あれ、タンジェントシータこれ、ちゃんと綺麗な角度になる。x たす1をタンジェントにして。これならないのか。これならないんじゃない。これ変だな。一体何だからそれ x たす1じゃなくて x 乗プラス3分の1。そうそうそうだ。それを計算してるこいつ。うん。あ、まさか目隠しで。問題の法則に気づける男。イエーイ。リアリティが増す。この企画のリアリティが増す。リアリティが増す。誤植に気づいた。おかしいんだよ。確かに言われてみたらおかしい。おかしい。そう。この誤植の人 x2 乗で計算してます。それで答えられました。あ、 x2乗 x2 乗プラス3の dx 分の dx で計算して、ね、こいつは正解してます。はいはい、もうそんなったらいいんですよ、終わってるんですよ。はい、私はもう12ルート3分の1ってことかな。だからこれが12ルート3の、π ですね。はい、正解です。 OK です。はい、続きまして続きまして、怒涛視聴者喜ばせるやつ。怒涛インテグラル、タンジェント2乗 2x、 t になるのかな、積分すると不定積分が、うん、プラス c だから、うん、そういうことはもう一度戻して2分の1の括弧タンジェント 2x 引く 2x 括弧閉じプラス c。 正解です。はい、 OK です。よー、いやこれちょっとあの盲点では、やっぱこれ盲点、このコサインサインに直して時間とか考えてたからちょっと一瞬。そうね、これだから実は盲点なんかもしれない。はい、よかった、危なかった。今待って、どうなってたっけ。ちょっと待って、あれ今問題です。ちょっと待って、問題です、問題です。7三角だ、最後7三角思い出した。インテグラルルート x 分のカッコ1引くルート x カッコ閉じの2乗 dx 不定積分。2ルート x、はい、でもう一つが、単にマイナス2ルート x から、マイナス 2x、はい、で最後にルート x プラスで残ってね、プラスで残っていけるから、プラスの、3分の 2x の2分の3乗プラスの c。 正解でございます。はい、 OK。 これどう、10問解いた。10問解いた、多分10問解きました。オッケー。ということで、はい、行くぜ。はい、7一銀、9二玉一択です。9二玉、はい、7二竜、これ詰んだんじゃね。持ち駒だって点があんの。7二竜ね、点が持ち駒ある。8二角、あっ、ほんまほんま、あ、8二角引くでしょ。引く。オッケー。同竜で終わりだ。もう外してもいい？いいよ。すごい。どっちが？将棋か積分か。いや、それはもう将棋ですよ。どっちかって言って俺は将棋の方がすごいと思う。積分の方がまだできる。よし。積分の方が俺でも、多分真剣に集中すれば俺でもできる。積分の方がね。積分の方ができるけど。一番惑ったところ言ってもいい？うん、問題を誤植だった時は。あの、マジ衝撃だった俺。いや、でもやっぱね。ちょっともうギリだわ。多分来月やったらもう、いやそれぐらい。いや、最後だって大差やったからで、最後大差やったから。俺だって何も攻撃できてないから。攻撃されたら結構俺もまだね、頭がパニックった。だって最後の方とかって実際脳の中どうなってるかっていうと、俺は自玉の方ほとんど考えてない。もう俺の方しか考えてない、うん、だからね、積分出された時あったじゃん。正直もう盤面のこと何も覚えてない。7一銀だけ覚えてた。なるほど。だってもう積分もね、どんだけ難しくてもそれ打ったら勝ちだから、7一銀だけ頭にあった。そうそう、だから大差がつきすぎたがゆえに最後はなんとかなった。将棋への使うメモリーの数が減った。なるほど。ちょっとでもなんか危ない手が1個でもあったら、まあ考えることが増えて、なるほど、積分が解けないか将棋できなかったと。でもじゃあ今回協力していただいてありがとうございました。全然全然、こちらまたお疲れ様でした。またぜひ大阪に遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。